と答えるだろうかと聞いてみました。どちらの警備員も何か危険が隠されているドアを指さすはずです。嘘つきの警備員はもちろん嘘をつくはずですし、真実を言う警備員は嘘つきの警備員が指すドアを指すはずです。ということで反対のドアを開けましょう。ライザは大学で助教授として働いていました。この日は試験勉強をしている学生たちの面倒を見る日だったのですが、誰かがカンニングをすると気づいたライザは、実際試験が始まって間もなくカンニングしている学生を発見しました。誰でしょう。教室の後ろの方にいる彼、定規に答えを書いていますよ。この2つの時計のうちどちらが本物でどちらがただのおもちゃかわかりますか。左の時計はおもちゃです。針を見てください。長すぎて時計の文字盤を一周することができません。ある小さな村に人狼と疑われる4人の人間がいました。ある夜、村では誰が怪物か決める会議が開かれました。怪しい人たちはこちら。この人は長く鋭い爪を持っていて、非常に足が速いことで知られています。この人は長く鋭い歯を持っていて、暗闇でも目が利くことで知られています。この人の髪はいつもボサボサで、高くジャンプできることで知られています。この人物は深くうなるような声で、遠くから匂いを嗅ぐことができることで知られています。誰が人狼かわかりますか。人狼は容疑者 B でしょう。長く鋭い歯を持ち、暗闇で目が見えるという描写は、いずれも神話やおとぎ話に登場する狼男の典型的な特徴です。他の容疑者も同様に変わった特徴を持っていますが、必ずしも狼男とは限りませんね。ちょっと変わった結婚式をご覧ください。これから結婚しようとする彼らはなぜ黒いマスクをかぶっているのでしょう。壁に何台もカメラがありますね。この夫婦は身分を隠しているに違いありません。3人の友人が森を歩いています。人々はそこに親切でフレンドリーとは言えない魔法使いが住んでいると言いました。しかしそんな噂を信じなかった彼ら、魔法なんて存在しないと確信していたのです。突然木の壁が彼らの行く手を阻みました。彼らが持っているものを見て、何を使って火を消せるか考えてみてください。このバケツで水たまりから水を持ってくることはできますが、これほど大きな火を消すには十分ではないですね。このホースは取り付けるものがないので役に立ちません。このシャベルを選んで土で火を消しましょう。あなたは森にいます。突然雨が降ってきました。あなたは洞窟に気づき、そこに隠れますが、中に入った途端後ろの入り口が閉じてしまいました。目の前には3つのトンネルがあり、そのうちの1つは自由へと続いています。最初のトンネルには1年間何も食べていないワニがたくさんいます。2つ目のトンネルには2週間食べ物を食べていない空腹のライオンが。そして3つ目のトンネルは灼熱の砂漠に通じています。あなたはどのトンネルを選ぶべきでしょうか。夜になって砂漠が涼しくなるまで待って3つ目のトンネルを進むといいでしょう。ワニについては条件次第で1年間も食べ物なしでも生きていけます。ライオンも2週間は何も食べなくても生きていけますよ。洞窟を出る前に耳をつむざくような音が聞こえてきます。土砂崩れだ。トンネルは塞がれてしまったものの、今度は他の3つの通路を発見しました。最初の通路には火を吹くドラゴンが守っていて、2つ目の通路には毒のあるサボテンが何百本も生えています。トゲには毒がついています。そして3つ目のトンネルには飢えた狼の赤い目が見えます。どのトンネルに入れば安全でしょう。
サボテンのあるトンネルを選びましょう。少なくともサボテンは動きませんし、気をつけて周りを歩けば毒にも当たりません。ある朝、ドナが出社すると机の上に置かれたチョコレートを見つけました。そこには奇妙なメモが。ドナにお菓子をプレゼントしたのが誰かわかりますか？送り主はライアンです。ご覧のように数字に書かれた文字を書き出すとライアンとなりますね。ある男が上司に、今日は予定していたフライトに乗らないでください、昨夜見た夢でその飛行機が墜落して大変なことになるのを見たんですと言いました。すると上司はその男性をクビに。なぜかわかりますか？夜勤だった彼、夢を見ていたということは居眠りをしていたということですよね。ジェイコブとマークはキャンプに行くことにしました。彼らが持っていくものを見て、家に置いてきた方がいいものを当ててください。ヒントはこちら、枠にとらわれない発想をしてくださいね。テント、ゲーム、米、ランプ、これらはすべては4文字で構成されています。でも椅子は、この単語は5文字ですよね。これは家に置いておきましょう。ある男が船で世界一周をしたのですが、彼はいつも陸地を見ていました。どうしてそんなことができたのでしょう？その男は地球を周回する宇宙船の隣で腰を下ろしました。さて、あなたはこの砂漠の真ん中でどうやって水を見つければよいのでしょうか？見つけられる中で最も太い木の枝を2本取り、上着を破いて2本の枝の間に穂のように渡します。2本の枝を怒りのように砂に突き刺します。すると大気中の水分が布にとらわれ滴り落ちてくるようになります。これを集めれば水を手に入れることができるのです。あなたはどういうわけか線路の上に縛られています。体をよじっても自由になりません。あなたの方に向けて電車がやってきました。ブレーキをかける気配はありません。これで終わりか。あなたが腕を伸ばすと手の届く場所にライターとカミソリ、そしてオイルの入った缶がありました。どれを使えば布を抜け出すことができるでしょうか？オイルをロープにかければ縄が滑るようになり手を抜くことができます。テイラーは何度目かの氷の上での釣りを終えたところです。道具をまとめて夕食時の家へと帰っていきます。しかし車へ半分ほど戻ったところで腹を空かせたクーガーに後をつけられていたことに気づきました。するとそのクーガーはなんと走り出したのです。テイラーは車まであと少しだったのですが、このままではクーガーに追いつかれてしまいます。どうすれば彼は助かるでしょうか？魚を横に投げてクーガーの注意をそらします。その後全ての道具を捨て重量を減らします。こうすることで生きて車までたどり着く可能性が上がります。あなたは真っ暗な部屋にいます。部屋は広く、そこから見知らぬ場所へと通じる廊下が無数にあるようです。あなたはこの部屋がオーブンのように熱くなる前に脱出しなくてはなりません。与えられた時間はたったの2分。壁にはパイプが走っているようなのですが、他には何もないようです。どうすれば助かることができるでしょう？部屋がオーブンのように熱くなるとすると、パイプが加熱し次第に赤くなるようになるはずです。光ったパイプを頼りにすれば部屋の形が分かり出口が分かります。アンジェラは森へのお散歩へ行くことにしました。始めてから1時間、彼女はうっかり転んでしまい水を全部こぼしてしまいました。でも大丈夫、彼女の目の前には湖がありますし小川もあります。小さなサボテンも生えています。
さあ、アンジェラはどこから飲み水を手に入れるべきでしょう。アンジェラは小川を選ぶべきです。湖の水は動いていないため、細菌が繁殖している恐れがあります。小さなサボテン一つでは必要な飲み水は十分に手に入りません。小川が小さなものだったとしても、このような場合には流れる水が最も安全な飲み水です。うわー、これはなんだ。足跡だ。クマの足跡は森へと向かっており、狼の足跡は森から出てきています。そしてヘラジカの足跡は湖へと向かっています。これから向かって最も安全な場所はどこ？間違えるとあなたが食べられてしまうかもしれません。すぐに考えて。森へ向かったクマはおそらくこの大型犬を脅かしたのでしょう。そう、これはオオカミの足跡ではありません。オオカミは群れで行動するため、一匹の足跡はありえません。クマはおそらくヘラジカを追ったと考えられるため、今一番安全なのは森の中です。あなたは小さな村で井戸に落ちてしまいました。水はあなたの膝まで上がってきています。井戸の入り口からはロープが一本垂らされていますが、あなたの体重を支えられるほど強くはありません。あたりを見回すと、バケツが一つに数着の衣服、そしてライターが見つかりました。どうやって脱出しましょう。バケツに服を押し込み、そのバケツをロープに結び、服に火をつけます。ロープを手繰ってバケツを上へと持ち上げます。これほど小さな村であれば、誰かが煙に気づいてくれる可能性は高いでしょう。ケイトは午前の散歩を終えて家へ帰ろうとしました。ハイキングのルート上にはヴィンテージもののジープが止まっていました。それを眺めていると、ケイトの前に突然灰色グマが現れました。クマは今のところ彼女に興味はなさそうですが、それもいつまでかは分かりません。ジープのそばには大きなドライバーが落ちていました。クマの注意をそらす方法を考えてください。ドライバーをジープの燃料タンクに突き刺し、ガソリンを流します。その匂いを自分につければ、クマは匂いで興味を引かれなくなるはずです。エリックは外でキャンプをしていましたが、暗闇の中で過ごすために光が必要となりました。テントへ戻ってもなぜか懐中電灯。年寄りの魔女が気味悪い古い家に住んでいます。誰も魔女に会いたくないと思っていますが、メアリーは今一人でこの家にいます。なぜでしょう。メアリーという名の魔女なんです。昔は若くて美しかったのです。ジャックは小さな靴下屋さんを営んでいます。ある日、もっとお客を呼び込むため靴下が無料になるキャンペーンを始めました。多くのお客が来ましたが、靴下は無料なのに代金を払わねばなりませんでした。なぜでしょう。ジャックは左の靴下だけを無料であげたのです。素敵な靴下なのでお客は買いたくなりました。片方だけ靴下をもらっても役に立ちませんよね。ある男性がニューヨークからロサンゼルスまではるばる車を運転しました。出発した時からタイヤの一つがパンクしていたことに到着間際に気づきました。それでも無事目的地に到着できたのです。なぜでしょう。穴が開いていたのはスペアタイヤだったからです。あなたは水がゆっくり満ちていく部屋に閉じ込められています。水は壁に取り付けられた蛇口から出ています。窓はなく、ドアはぴったりと閉じています。部屋の中にはモップと大きなバケツがあります。どうすればいいでしょう。水道を止めればいいんですよ。簡単ですね。部屋に5人の女の子がいます。ニコールは携帯で話していて、キンバリーは本を読んでいます。ジェシカはかくれんぼをしていて、メロディーは掃除をしています。サラは何をしているでしょうか。ジェシカとかくれんぼをしているんですよ。5、6、7、5、6、ハテナ。ハテナに当てはまる数字は何でしょうか。
ヒントです。7じゃありませんよ。7秒でお答えください。8です。567の次は568ですからね。サリーはバリスタとして働いています。今朝コーヒーがいっぱい入ったカップを落としてしまいました。白いトップスは汚れませんでしたが、掃除にかなり時間がかかってしまいました。なぜでしょう。カップに入っていたのはコーヒー豆だったからです。カウンターの下に入ってしまって大変だったんです。あなたは真っ暗な部屋にいます。そしてオイルランプ、新聞紙、木材のようなものがあります。マッチは1本だけ。難しい判断ですが、最初にどれを燃やしますか。オイルランプはいい答えなのですが、正解ではありません。まずはマッチに火をつけないといけませんよね。銀行が強盗にあった後、警察は公園のサボテンの周りでお金を見つけました。容疑者の逮捕後、警察にはすぐに銀行強盗が誰か分かりました。あなたにも分かりますか。左端の男性には体中にサボテンの引っかき傷があります。テーブルの上に6つのグラスが並んでいます。左から3つのグラスにはオレンジジュースが入っています。右の3つは空です。1つのグラスだけを動かして、オレンジジュースの入ったグラスと空のグラスを交互にしてください。どうすればいいでしょうか。左から2つ目のグラスのジュースを5つ目のグラスに移すんです。デニスが家でテレビを見ていると、突然寝室にあった妻のとても高価な花瓶が落ちて割れました。走って部屋に入ると、知らない人が窓から飛び降りて逃げる姿が見えました。デニスは彼を追おうとしましたが、冷たい空気で眼鏡が曇ってしまい、泥棒の姿がよく見えませんでした。警察が到着し、デニスの話を聞くと、すぐに嘘を言っていることが分かりました。デニスは花瓶を割ったことが妻にバレないように嘘をついたのです。警察はなぜ分かったのでしょう。メガネをかける人はわかることですが、メガネは暖かい部屋から寒い屋外に出たときは曇りません。曇るのは中に入ったときですよね。現代美術に興味がないアダム・ニクソンは、私立美術館に駆け込み、何枚かの絵を損傷し、何億円もの被害を出しました。ですが館長はニクソン氏に感謝したのです。なぜでしょうか。アダムは消防士だったからです。ホースからの放水で何枚かの傑作がダメージを受けましたが、火を消すことに成功し、他の逮捕すべき容疑者は一体誰。逮捕されるべきはジュヌビエーブ。見てください、エイブリーのスカーフを身につけています。ブライアンは早朝に警察に通報。前夜に彼女のエステルと一緒にホラー映画を見ていたと話します。エステルは映画のせいで怖くなり家に帰れず、結局彼の家に泊まったそうです。ゾンビに襲われる悪夢を見たエステル。そしてブライアンは彼女が朝になっても目覚めなかったと言います。彼は一体何が起こったのか理解できません。しかし警察は彼を犯人として逮捕。なぜでしょうか。ブライアンは朝になっても彼女が目覚めなかったと証言していますよね。それならなぜ夢の内容を知っていたのでしょうか。セオドアは1週間父親を訪問するためにニューヨークから故郷のシカゴへ帰郷。その3日後、父親が警察に通報し、息子のセオドアが毒で自殺を図ったと話しました。警察はセオドアの所有物を調べ、疑わしいものがないかを確認します。その後、警察は父親を詳しく調べるために警察署まで連行することに。
警察が疑わしく思ったこととは一体何でしょう？警察が発見したのはシカゴからニューヨークへの帰りの飛行機のチケット。ニューヨークに戻るつもりがなかったのならチケットを買うのは妙ですよね。エズメはおなじみの森の散歩を楽しんでいます。そこでびっくり仰天、またまた迷子になってしまいました。数時間森を歩き回ってやっと魔法使いの家を発見。エズメは魔女に家への帰り道を教えてくれるように頼みますが、魔女はエズメを自分のメイドにしたいと考えていました。しかしここで問題が。魔女は休暇に行く予定で釣りをしたいと考えていたんです。でも釣り竿は4メートル、列車に持ち込めるのは 3.5 メートルのものまでです。魔女はこの状況の解決策が見出せたらエズメを家に返すと約束しました。エズメはなんと答えたでしょう。幾何学が大得意なエズメ、釣り竿を 3.5 メートル ×1.5 メートルの箱に入れるようにアドバイスしました。対角線上に入れればしっかりと収まりますからね。日曜日の夜、コリンズさんは友人宅で紅茶を楽しんでいました。すると友人は突然、その日にコリンズさんの娘の一人をショッピングモールで目撃したと打ち明けます。娘全員は外出禁止中だったため、コリンズさんは激怒。どの娘か尋ねてみたものの、友人はわからないと言います。友人はモールに行った際、メガネをかけ忘れていたのです。自宅へ戻ったコリンズさんは、娘たちが今日何をしていたのかを尋ねました。アビゲイルは一日中読書をしていたと話します。ブリアナは授業が終わった後、勉強するために学校に残ったそうです。シャーロットは間近に迫るピアノコンサートのためピアノの練習をしていたと言います。さて、嘘をついているのは誰ですか？ブリアナです。今日は日曜日なので学校はお休みのはずですよね。ヘンリーという名前の少女が毒を盛られて病院に搬送されました。検査の結果、その日テンリーは一切飲食をしていないことが明らかに。姉のケネディは事故に関することは一切わからないと証言しました。テンリーの友人であるルビーは、テンリーは学校にいた時に気分が悪くなったのと話します。テンリーの彼氏であるアーチーは、今日はテンリーと話すことさえできなかったんだと証言。テンリーが毒を盛られた方法と犯人をお答えください。テンリーは何も食べていないんですよね。しかしよく見ると口紅を塗っています。つまり毒の出所は口紅。その日テンリーの部屋に入ることができたのは姉のケネディのみです。トンネル内で交通事故が発生。警察は運転手の一人であるオーウェンの居眠り運転を疑いました。しかしオーウェンはそれを否定。集中豪雨で視界が悪かったんだと話します。警察はオーウェンを信じずにすぐに彼を逮捕しました。なぜでしょう？事故が起こったのはトンネル内でしたよね。ここでは雨の影響を受け、待って30分後、美術館の職員が怪訝な顔で教授に近づいてきて、展示品の一つである高価な花瓶にひびが入っていると言いました。犯人は生徒の一人以外ありえません。花瓶に近づいた生徒は3人いますが、一体誰でしょう？マリアは花瓶を見た後メイクが崩れているのに気づいたからトイレに行ったわと言います。アンソニーは
展示品には触ってないよ。見た後は次の部屋に恐竜の骨格模型を見に行ったんだ。と答えました。そして姉さんはノートを取りながらロペス教授にずっとついて歩いていたと言います。生徒の一人が嘘をついています。誰でしょう？アンソニーです。恐竜の骨は美術館にはありません。何者かがサマンサの家に窓から侵入し、貴重品を盗みました。到着した警察に彼女は弟のサムを疑っていると言いました。警察はサムを尋問しましたが、彼は全て否認し、数日前バスケをしていて腕の骨が折れたんだ、それでギブスをしているから家に侵入なんてできないよと言います。それで警察官はその場を後にしました。ですが次の日、警察官の一人がサムがカフェにいるのを見かけました。サムはまだギブスをしていますが、警察官は直ちに彼を逮捕しました。なぜでしょう？警察がサムを訪ねた時、サムは右腕にギブスをしていましたが、今は左腕にしています。夕食中の2家族を見てください。左の家族はいろんな種類の美味しそうなトッピングが乗ったピザを食べています。右の家族はステーキと野菜を食べています。お金がないのはどちらの家族でしょう？どんなに美味しくてもピザの方が大きなステーキより安いですよね。ですからステーキを食べている家族の方がお金を持っています。ケースは10代の時ひどい事故に遭いました。不幸なことにそれで目が見えなくなってしまったのです。もう何年も再び目が見えるようになるのを夢見ています。ある日幸運にもケースは高度な手術で目が見えるようにできるという医師を見つけました。ケースはすぐに手術することにしました。手術は成功し、キースは列車で帰宅します。彼女が付き添いました。医師はキースに包帯を取るまで少なくとも3時間待つように言いました。キースはワクワクしてその時が来るのが待ちきれませんでした。3時間後、彼らはまだ列車に乗っています。そして彼女が反対したのに、キースはそれを聞かず包帯を取りました。そして金切り声を上げ意識を失いました。なぜでしょう？キースが目を開けた時、列車は暗いトンネルを通っていたのです。かわいそうに、まだ目が見えないのだと思い気を失ってしまったのです。試験に合格するため、デニスはこの問題を解かねばなりません。 2+2 は 2×2 と同じです。足した時の合計が掛けた時の答えと同じになる3つの整数を見つけてください。デニスはすぐに答えが分かりました。3つの数字は1、2、3です。タイラーが夜友達の家に行こうとしていたら、黒い目出し帽をかぶった男に捕まりました。そして気がつくと大きな部屋の中の檻に入れられていました。檻の横の壁にはレバーが3つついています。最初のレバーを引くとお腹を空かせたライオンが檻に入ってきます。2つ目のレバーを引くと檻に水がどんどん入ってきます。3つ目のレバーを引くと特殊な装置が起動します。檻の上側が下に落ちてきて、中にあるものが全て潰されるのです。タイラーが生き残るためにはどのレバーを引くべきでしょうか？絶対に2つ目のレバーでしょう。水は檻の隙間から流れていきますからね。ジョアンがある夜家に帰ってくると、家に泥棒が入った痕跡がありました。警察が到着し、まず近所の人々に尋問しました。ビクトリアは友達のところに行っていたわ。2ブロック先に住んでいるのよ。何分か前に戻ってきたばかりよと答えました。ピーターは警察に風邪をひいていたので近くの薬局に行っただけで、その後は寝ていたと言いました。ネイさんは妻と僕はバーベキューパーティーの準備をしていました。友達が来る予定だったのですが、ご覧の通り激しい雨が降っているので中止になりましたと言います。警察は一人が嘘をついていると分かりました。誰でしょう？
ビクトリアです。雨が降っていて彼女は家に着いたばかりだと言いました。ですが髪や服、ドアのところに立てかけた傘が全く濡れていません。オージーは5分かかります。皆でいると危険なので4人は2人で行動することにしました。しかし問題は懐中電灯が1つしかなく、これがなくてはトンネルを抜けられないことです。またトンネルの中は4人は通れません。彼らはどうやって脱出すればよいのでしょうか。まずジョッシュとジェイソンがトンネルを反対側まで抜けていきます。かかる時間は2分、そして1分でジョッシュが戻ります。残り時間は9分。ジョッシュが2人の女子に懐中電灯を渡し、2人に5分で抜けてもらいます。残りは4分。女子2人が反対側に抜けたところで懐中電灯を受け取ったジェイソンが2分で戻り、ジョッシュと共に2分でトンネルを抜けます。空港のセキュリティは警戒態勢に入っていました。偽物の書類を持った男性がニューヨークから高飛びをしようとしているのです。セキュリティはよく似た容疑者を3人見つけました。偽造パスポートを持っているのは誰でしょう。その人がどの国籍を持っていようと、パスポートに使う写真の背景に山が入っているのはありえません。無地の背景である必要があります。ジョンの写真はその点が怪しいため偽造パスポートだということがわかります。メイソンはライフガードの仕事をしています。ある日彼のもとへ女性がやってきて助けを求めました。女性はジュースを買いに行こうとしたところで財布を盗まれていたことに気づいたと言いました。メイソンは女性が荷物を置いていたというタオルを調べましたが、そこにあるのは女性の足跡だけでした。女性は嘘をついているのでしょうか。女性は本当のことを言っていました。目ざといメイソンは釣り竿を持っている男がいることに気づきました。その男が財布を釣り上げたに違いありません。遊泳場で釣りをする人は本来いないはずです。先日泥棒の一団がいくつかの宝石を盗んだという知らせがありました。警察はすぐに捜査に乗り出しましたが、泥棒がどこに潜んでいるかがわかりません。突然警察の元へ匿名のメールが届きました。町から出る車のすべてのペットボトルを調べたまえ、検討を祈る、ミスター X。 やがて警察はミネラルウォーターのボトルの箱を積み込んだとある車を停車させました。ボトルの底部分に塗装がしてあったため、警察はそこに宝石が隠されているのだと考えたのです。それぞれのボトルに水が入っている高さに差はありませんでした。しかしそのうち箱の隣に置かれたボトルを見た警察官は何かがおかしいことに気づきました。一体それは何だったのでしょうか。箱の外のボトルは箱の底分、置かれた場所が低いはずですが、水の高さが箱の中のものと同じでした。ボトルは二重底になっていて、そこに宝石が隠されているのです。二人の友人マーティンとクライドは賭けをしていました。マーティンは投げたボールを壁にも何にもバウンドさせずに自分の元へ戻すことができると言いました。クライドはそんなことができるわけないと考えていました。しかし賭けに負けたのはクライドでした。一体どうやったのでしょう。マーティンは真上にボールを投げました。ボールは彼の元へと戻ってきました。魔法でもなくただの物理。エミリーはカフェテリアで美味しそうなマフィンを買い、それをオフィスのデスクに置きました。
彼女はそのマフィンを後で食べるために取っておいたのですが、会議から戻るとマフィンが何者かに食べられていることが分かりました。そんなことができそうなのは3人しかおらず、うち1人しか本当のことを言っていません。グレースはアリシアが食べたと言いました。アリシアは自分は何も食べていないと言いました。ティナは自分も何も食べていないと言いました。マフィンを食べたのは誰？犯人はティナ。本当のことを言っているのは一人だけ。それはアリシアです。グレースかティナのどちらかが本当のことを言っていたとすると、本当のことを言っている。しかし、奇妙な感覚を得ます。この人たち、何かがおかしい。目を疑ってしまいましたが、数名はゾンビであるようです。何名がゾンビでしょう。10秒差し上げますので、よく観察してください。2名です。向こうの男性の腕は普通ではありません。骸骨のように骨になっています。さらにサングラスの女性は手に誰かの目を握りしめています。これって自分の目ですかね？普通っぽく見える男性に近づいていきましたが、相手の方はこちらに見向きもしません。ただ単に空を見上げています。ちょっと怖いですね。さてお城に入っていきましょうか。ドアを開けるとすぐ音楽が聞こえてきます。ワルツのようですが、大広間から聞こえてくるようです。18世紀の衣装に身を包んだ複数のカップルが踊っています。うげえ。あなたはダンスフロアに繰り出して紛れようと試みることにしました。数秒後、周りを見渡して思わず青ざめてしまいます。全員お化け！どうしてわかったのでしょうか？細かいところに注意して5秒でお答えください。下を見てください。誰も床に足が触れていません。ただ単に浮かんでいます。広間から逃げ出して広い階段を駆け上がり、適当な部屋に行き着きました。ドアを試乗して荒く呼吸します。超自然現象に対して真剣に疑念を抱き始めてきました。もしかして存在するのかもしれません。でもそんなことはありえるのでしょうか。太陽の光が美しいリネンの豪華なベッドに突如差し込みます。そこでハッとしたあなた、疲れているんだ。ベッドの端に寝転がって10分くらい昼寝をすれば頭がすっきりするはずです。目を閉じるとすぐに自分のすぐ横のシーツの中からカサカサ音がしてきます。次の瞬間、冷たい手が首に触れるのを感じました。しっかりと閉じた目は怖くて開けることができません。自分をつねって夢でないことを確かめます。首に触れた指は少しずつ圧力をかけてきます。もう無理。勢いよくベッドから飛び降ります。すぐにスマホを取り出して撮影。あの変なものを。しかしそこには何もありません。ただの空っぽのベッド。寝ぼけていたのでしょうか。それともこれは現実？そこで何かに気づきます。ふう、きっとただの悪い夢だったんだな。さて気づいたものとは何でしょう。6秒間差し上げます。横になった際は太陽が照りつけていましたが、今輝いているのは満月。しばらく寝てしまっていたようです。寝室を出て松明とろうそくに照らし出される長い廊下を歩いていきます。沈黙は自分のお腹のグーという音で破られました。お腹が空いてきたようです。かすかに開いた重い木製のドアが目の前に現れます。食べ物の美味しそうな匂いが廊下まで流れてきました。中に入ると銀食器と磁器で飾り立てられた大きなテーブルを発見。あー美味しそうな料理。キャビア、ロブスター、果物、野菜、様々な肉、たくさんのデザート。他に数名がテーブルの周りに座っています。近づいていくとこちらに顔を向けてきました。全員
吸血鬼です。なぜわかったのでしょうか。5秒間で考えてください。テーブルの上の食べ物は一切触れられていません。吸血鬼はメインディッシュ、つまりあなたを待っていたのです。慌てて逃げて大広間まで戻り、暗い廊下を走ります。追いかけてくる吸血鬼が叫んでいます。廊下の端に3つのドアを見つけました。1つ目には炎のシンボル、2つ目は蛇のシンボル、3つ目のドアは出口と書かれています。開けようとしますが、試乗されているようです。迫り来る吸血鬼、どうしたらよいでしょうか。吸血鬼の食事になってしまうまであと4秒です。吸血鬼の小屋で見つけた鍵を試してみましょう。やった、あった。中庭に駆け込み、ドアを試乗しました。月は厚い雲の後ろに隠れています。中庭をこっそり抜けて、お城の後ろの門を開けました。門の横にあるのは狼男のサイン。できるだけ静かに歩こうと試みます。5分後、橋が見えました。反対側には美しい女性が立っています。こちらに手を振って近くに寄ってくるよう合図してきました。しかし何か変な感じがします。彼女は狼男かもしれません。橋を渡るか、お城に戻るか、彼女が本当に狼男か確かめるためにできることは何でしょうか。10秒差し上げますので頑張って。雲に隠れた月が現れるのを待ちましょう。直感が当たっていたようです。月明かりを浴びた女性は狼に変身し始めました。城の敷地内に戻って門を閉めます。さあ、状況を精査しましょう。今いる場所は中庭、城の中には吸血鬼、外からは狼男、迫り来るゾンビ、逃げ場がありません。なんでこんな恐ろしい城に来てしまったんだろう。スマホを取り出してお別れ動画を撮影し始めました。再生とコメントに関してフォロワーたちに感謝をして、超自然的な生き物は存在することを認めます。さらに、このような場所にはもう二度と足を踏み入れないと誓いました。もし生き延びれたら、迫り来るゾンビ、門を壊しかけている狼男、ああ、よかった。恐怖が消えて全てが仕掛けだったと気づきます。全部が振りだったのです。どうしてわかったのでしょうか。お別れ動画をもう一度視聴してフェイクである証拠を見つけてください。10秒間差し上げますね。後ろの塔の窓にカメラを持った男性が見えました。ゾンビがうなるのをやめて、サプライズと叫びます。もちろん本物のゾンビではなく、すべて特殊メイク。門が開いて、女性が狼男の衣装を脱ぎ笑いかけてきます。牙を外した吸血鬼も城から出てきました。実はすべてファンが仕掛けたドッキリ。驚かせたいというファンの計画は大成功です。あなたは怒りを感じたものの、まだ生きていることに安堵しました。さて、いくつ答えられたか確認しましょう。1から3ポイント。あなたはストレスの多い状況で行動することが苦手なようです。もっとたくさんの謎々動画を見て、落ち着いて集中できるように自分を鍛えましょう。4から6ポイント。かなりまずいことが起こったら、パニックを起こしてしまうかもしれません。ただ、幽霊で怖がることはなさそうですね。7から10ポイント。あなたは恐怖なんてへっちゃらで、どんな状況でも勝利を収める方法を熟知しています。あなたはファンに一つだけ聞きたいことがあります。どうやって大広間のダンサーたちを浮かせたの。あれはすごかったな。ファンたちは顔を見合わせています。一体何の話ですか。え、どういうこと。ダンサーなんかいなかったのに。背筋に寒気が走ります。